科学において、緊密四体の概念は、ソール・ワインスタインによって導入され、気温、影イオン、周囲の溶媒分子の間の相互作用を説明する。無機潮の普通の水溶液中では、イオンは完全に溶媒はされており、体温から遮蔽されている。極性の低い溶媒中では、二つのイオンは、ある程度まだつながっていることができる。緊密あるいは、 密接なイオン体では、2つのイオン間に、溶媒分子が存在しない。溶媒和が上昇すると、イオン結合は低下し、ユリイイオン体となる。イオン体の概念は、可溶媒分解における、立体化学を説明する。左から、共有結合、緊密イオン体、溶媒により隔てられたイオン体、有利ン緊密イオン体の概念は、SN1 反応中にわずかに、 立体化学が反転する傾向について説明するために使われる。溶液中の溶媒あるいはその他のイオンはカルボカチオンを形成するための脱力器の除去を手助けすることができ、この場合 SN1 様式で反応が進行する。同様に脱力器はカチオン性反応中間体と緩く解合し得る。脱力器と溶媒、またはイオンの解合は 初期カルボカチオンの位置方向を効果的に塞ぐのに対して反対側からは嗅覚剤が攻撃できる。これによって純粋な SN1 反応ではラセミ生成物が得られるはずであるが立体化学が反転した生成物がわずかに過剰に得られる。ありがとうございます。